チス、誰も知らないイカリュウドこと、イカレタコスケです。今日はね、あれが来てますよ。ファイアブレイク。この、凍てついた大地へ生き残り、ファイアブレイクの順の第3弾となる、こちら、早速行ってきましたんで、鍛冶屋の方で、報酬をね、チラッと見てみようと思います。なかなかね、面白いですよ。弓矢はアーロイの弓ね、もっと爆発的にあれかなと思ってたんだけど、そうでもなかったんだけど、でも他の弓矢と比べてみたら、もう悪くなかったですね。とりあえずね、じゃあちょっと武器からいきましょうか。弓、まあ、最近あんま弓使ってないからね、ちょっと比較ができにやりにくいんだけど、とりあえず、どれだ、これアーロイの弓、千球一品、攻撃力300、会心率 30%、属性が解放270のスロットが特大。そして、接撃瓶、相変わらず強撃瓶が使えない。麻痺瓶、毒瓶プラスとなっております。まあ、強撃瓶が使えないけども、似てる性能だとね、幅屋ですか。幅屋どこ？幅屋これだ。これ、接撃、強撃、麻痺瓶プラスの、雷属性が通常330で、会心率が 15%、代わりに攻撃力が、1.2 倍ぐらいになるのかな？300だからね。なんで、まあ多分、性能的には、幅屋さん、でも幅屋さん、まあ、レアリティがあれだ、カスタムした時どうなるか分かんないですけど、他の雷属性はね、割かし控えめなんですよね。せいぜい、アーロイの戦球一品と同じ270ぐらいなんで、まあ、雷弓の一択としてはいいかなって感じです。会心率 30% あるからね。なんで、超会心とか使ってくのかな？いや、新会心劇とかね、使ってくんですかね、これね。あ、でも、レア12か。まあまあまあ、ちょっと扱いにくい感はあるか。まあ、ちょっとね、これはもう、弓を詰めてる人じゃないと、あれかもしれませんけども、この、でも、瓶のプラス、これめちゃくちゃ効果高いんで、わりかし最近ね、アイスボーンになってから、毒結構通るようになりましたんで、使い道はあるかなといったところでございます。ちょっと攻撃力の300と、属性値270の会心率 30% というこのスペックが、どううまく回るか、といったところじゃないですかね。まあ、属性解放はね、最近すごい簡単だからね、下手すると属性解放となんかの、装飾品つけていけば、まあ、勝手に他に何もつけるものもねえしみたいな状態になり得るんで、まあ割といいんじゃないですかね。激強ではないかな、やっぱな。やっぱ覚醒武器に若干遠慮してるんですかね。会心率って、でも、覚醒武器でこれ作ろうと思ったら大変だからね。結構ね。会心30の属性270ね。さあ、そして、防具も来てます。防具いいよ。防具もやっぱ弓矢向けなんですけども。あ、ちなみに、クエストの方はね、普通にイビルジョーを倒す感じ。あんま強くもなかったですね。普通にイビルジョーを倒した感じですね。で、デーモンチケットが2枚もらいましたけども。EX バヌークシリーズ。まあ、弓矢とかスタミナ関係のスキルがよくついていて、スロットがめっちゃ優秀で、耐性も悪くないんで、普通にこれはありかな。強いです。EX バヌークヘルムアルファがですね、スロット特大11。で、耐性値はご覧の通り、集中に水場新設適用。割とこれ便利ですね。実はね。あ、あと、万学竜の覇気ついてますね。上限、スタミナ上限突破。これ嬉しいね。そして、EX バヌークメイルアルファがスロー特大の3と、で、ランナーとスタミナ急速回復と、なんか、回でもこんな感じの装備あった気がしますね。それから EX バヌークアームアルファ。こちらもスロットが4-3。で、集中とスタミナ急速回復。で、EX バヌークコイルアルファが、これもいいですね。腰で411って結構良い、いいんじゃない？あんまないよね、腰ね。いつも俺迷うもん。スロット411。で、ランナーに水場新設適用。まあ、水場新設適用だからな。これが使えるとだいぶ変わってきますね。今後のクエストで、割とがっつりハマるやつあるんじゃないですか。そして EX バヌークグリーブアルファがすごい。スロット422ということで、これはガルルガグリーブと同じですかね。まあ、ガルルガグリーブの方が、見切りがね、入るんで、まあちょっとどっちかなって感じはしますけど、でもまあスタミナ急速回復と支柱に勝つと、割とアイスボーンで日の目を見ている2つ。特に支柱に勝つはね、結構ね、いいよね。
支柱に勝つからね。何を言ってるんだか。さて、試着。というわけで、今回はキャラクター残し、アーロイちゃんにならずに、キャラクター残しで、バヌークシリーズを装備できるということになっております。頭だけ。頭はちょっとこれ、おしゃれだね。あ、色変えられるかな。色を変えたい。これだ。一括変更、どこだろう。まあ、そんなに変わんないか。まあ、そうだよね。重ね着じゃないしね。この、ボディラインが変えられるということで、模様が気になる人は、この通り、一色にしてしまえば、若干シンプルになるといったことでしょうか。まあ、まあそうね。どうだろう。こう、なんと合わせられそう。まあ、割となんかと合わせられそうな感じするけど、やっぱこうやって見るとゲームが違うから独特ではありますね。でも、他のゲームのこの部位変えられる装備って少ないから、で結構面白そうですね。最近か、これ、バヌークの腰いいな、これな。なんかと、あっ。これマッスルと合うんでは。ちょっと色があれだけど。マッスルと合うよ。これマッスルと合うよ、これ。いいね。いいね。いいね。この毛皮感、モフモフ感が、めっちゃマッチしてますね。これいいんじゃないですか？何がいいかはわかりませんが。で、ワンセット棒が増えていません。増えていません。そして、重ね着も多分増えてないかな？うん。で、チャームがね、増えてます。私、毎回チャームあんまチェックしてないんですけど、結構、このフォーカスキラッキラなんで、ちょっとおしゃれな、エモい感じになりますかね。それと、お供装備。お供装備、こっち嬉しいな。これ。フロストクローで良かったんだけど、やっぱちょっとごついんで、個人的には機械銃の方がいいんですけど、これ耐性全部マイナス4なんだよね。どういうことなんだどういうことなんですかね。割とこういう感じなのかな。全部プラス6とかあるんだけどね、ロックマンとかね。どういうことなんですね。ロックマン、これはでもロックマンアルファか。はい。という感じになっております。まあ、てなわけで、今日は多分、これだけかな。これだけって言うとなんかね、上からな感じしますね。でも、なんか最近イベントバンバン来てるんで、他に忙しいと思いますが、作っておいて損なしといったとこではないでしょうか。まあ、前回の、ストームスリンガーとか、シールドウィーバーが、ちょっとね、とんでもなさすぎたからね。まあ、普通に逆に使える装備が来たと思っていただければいいかなと思います。それでは、誰も知らないカリュウと、イカレタコスケでした。